はい、どうもこんばんは。うぷぬじでございます。今映っておりますは私の愛機でございます、 7D Mark II でございます。ですね、ちょっと早い話しますと、おととい、トラブルに見舞われてしまいまして、この動画撮ってるのがですね、今22年10月の24日ですけども、で、おととい2日前ですね、24日なので、22日ですかね、土曜日ですね、に撮影をしていましたら、なんとエラーが出てしまいました。まあキャノンユーザーだとね、よくねあるんですけど、エラー01ってやつが出てしまいまして、それがですね、まあ普通に電源を入れて撮ってるとですね、起きるかな、まあ当てずっぽうでやってれば起きるんですけど、はい、ですね、動画を撮り始めたらですね、トラブル、ちょっと、なんか、ね、こういう時はしっかりしてやろうっていう感じで起きないんですけど、こうずっと、ね、こうシャッターを切ってると、おとといですね、まあ、ここ今普通の画面ですけど、エラー01っていう表示が出て、レンズの接点を清掃してください、みたいな風に、表示が出てしまったんですね。で、まあその原因っていうのが、ここになんか金色の綺麗な部分が見えると思うんですけど、これカメラの接点になる部分なんですね。で、ここが劣化してくると、その通電の状態が悪くなって、カメラ側でね、ちゃんと通信してないよっていうふうに認識をしてしまうらしいんですね。それでその通信がうまくいかなくなって、まあ今出ませんでしたけど、偶然ね、エラー01というのが出てしまうそうです。これは対処しなければと思ってね、ネットでいろいろ調べました。買いましたよ。はい、こういうものがあると。エツミナノカーボンペン2というね、なんかこれを使うと接点が復活するらしいんですね。じゃあ開けちゃうよ。ベリベリベリッと、はい、Amazon で買いました。900円程度で売られているものかと思いますけども、よいしょ。はいはい。で、これを塗ると接点が復活すると。まあどういう理屈かは、まあ皆さんネットで調べていただければなと思います。ちょっと説明すると長くなってしまうんで、早速やってみようと思います。で、調べたところによりますと、まずですね、こうレンズを外しまして、で、まあこの接点の部分に、で、この接点の部分に塗るそうです。はい、じゃあやってみましょうか。じゃあ塗っていきますよ。よいしょ。はい、塗ってみました。ちょっとね、見た目全然変わってなくて分かりづらいんですけど、光に当てるとですね、わずかにね、油の塗膜がついているような状態になりました。果たしてこれで復活するんでしょうかね。一応本体側をね、見てみたんですけど、本体側はね、こんな風に劣化してないんですね。ね、本体側も見ますか。はい。本体こんな感じでね、すごい綺麗なんですよね。なので、まあレンズ側の問題だったんでしょう。はい、とね、塗ってみて装着しましたところ、なんかね、調子よく動いているような感じがします。まあプラシーボ効果でしょうかね、思い込みっていうのね、よくありますけども、はい。というわけで、ちょっとね、その不調が出てる、ね、エラー01って出たとこ、写真でも撮っておけばね、よかったかなと思ったんですけど、ちょっと あまりにも焦ってですね、ちょっと写真とか撮ってなくて、ちょっとね、今動画撮ってシャッター切ってたら起きるかなと思ったら起きませんでしたけど、まあそのエラー01、まあ他のメーカーでもね、表示違えど、そんな接点がどうのこうのっていうね、警告が出るかと思いますので、そういう時にね、このこっちかな、はい、このね、ナノカーボンペン2ね、このエツミさんの製品、これあるとね、接点改良できるんじゃないかなというふうに思っております。はい、というわけでね、まあこういうね、便利な製品、ちょっと私も初めてのトラブルで初めて買ったものですけども、まあ今後ね、ちょっといろいろ使ってみて、また不具合等ね、出たらまた動画にしたりとか、
まあ、何日後かにね、またこれに関する動画撮ろうと思います。ね、調子よく動いたとかね、あれ逆に悪くなってんじゃねえかとかね、まあ、経過が気になるところですので、でその何日後かにね、またこの動画、これにこいつに関する動画また作ろうと思います。というわけで今回はナノカーボンペン2でございました。ありがとうございました。じゃあね。